岡部元信を討って高天神城を落とした信長と家康は、武田家の本拠がある甲斐へと兵を進める。一方、武田家中では元信を救えなかった勝頼への不信感が強まり、結束が崩れつつあった。勝頼は窮地に立たされながらも、武田の家名を守るため新府城にこもり、信長らを迎え撃つ姿勢を見せる。甲州征伐。兄上の狙い通り、武田家中には動揺が広がっているようです。中心として名高き岡部を見捨てたのだ。武田に先がないことを誰もが思い知っただろう。少し揺さぶればこちらに寝返る将も少なくあるまい。追い詰められた勝頼がどう出るか。何にせよこの戦で武田は終わりよ。はっ、ついに決着の時ですね。乱世の断り壊し尽くそうぞ。伊賀流の神髄を見せん。先の戦で武田の将は勝頼に失望したはずだ。敵の寝返りを誘いつつ勝頼を追い詰めるぞ。まずは眼前の敵兵を圧倒し戦意を削ぐのだ。わしの出番だ。十分だ。これで我らに寝返る者も出てくる。もはや武田に味方したとて先はない。我らが新府城へ案内いたぞ。開門。遅い。まずは基礎が寝返った。城への道は開けた。一息に陥落せしめよ。小口を抜かれただと。で、あれ、あるか。騎馬隊を出せ。敵の進軍を止めるのだ。武田自慢の騎馬隊か。来るなら来やがれ。俺らがまるっと潰してやるぜ。周りの砦を落とし城を孤立させよ。この人たりとも城には入らせるものか。勝頼様、この城を捨てお逃げください。武田の名脈を保つため。何とぞ。分かった。私は信繁の元へ向かう。皆の武運を祈る。勝頼が逃げたぞ。別動隊、急ぎ勝頼を追うのだ。こたびは私も前線に立って戦う。カズマス、本陣の守りは頼んだぞ。はあ、お任せを。任せておけ。三方ヶ原では散々な目に遭わされたが、今となってはもう俺たちの敵じゃねえな。よし、わしの出番。後ろ攻めに注力できよ。受けてみよう。激しく攻め立てよ。そいつ討ち死に。山田の兄弟が敗れたか。私が出るほかあるまい。開門。我が父信玄より継ぎし勝負の魂にかけて貴様らを撃つ。かかってこい。まもなく城を落とせよ。攻め手をさらに厳しくせよ。開門。逃がさん。すでに俺はこの城を死に場所に定めてある。さあどれだけ道連れにできようか。武田は決して滅びぬ。
勝頼様、あとは頼みましたぞ。討ち死に。早くも敵に見つかったか。だが何としても信繁の元へたどり着かねば。任せておけ。勝頼を逃がしてはならん。この一戦で武田を根絶やしにするのだ。敗北条件変更。わしの出番だ。任せておけ。ファイト。わしの出番。神父城は落ちた。で、あるか。あとは勝頼さえ撃てば武田は終わる。任せておけ。皆やるぞ。敵の追撃を打ち払い、勝頼様をお守りするのだ。開門。我らの進軍を邪魔する者に容赦はいらん。任せておけ。承知。撫で斬りにせよ。わしので、であるか。任せておけ。承知。わしの出番。受けてみよう。様のため少しでも時を稼がねば。別動隊は織田勢の本陣を襲え。な、何、敵襲だと。武田勢にまだそれほどの余力があろうとは。任せて。承知。敗走。わしの出番だ。ここまで来ればもうすぐだ。信繁の元にさえたどり着けば。平門。開門。諦めろ。道は開く。急ぐで海山中を進み、勝頼を撃て。味方本陣を落とされては戦にならん。早々に敵を始末しろ。地の利は敵の出で、ある日方にある。梅雨払いしておくとしよう。来た。今だ、撃って出るぞ。俺が体勢を退ける最後の機会で、ファイト。心得よ。開門。やはり伏兵がいたか。ひるまず迎え撃て。俺の役目を全うせねば。本陣はわしが師匠。承知する。城を捨て逃げ出した勝頼に何ができる。潮時だ。信長殿に降伏を申し入れよう。穴山も寝返ってきた。奴は何か使えそうだ。一門の穴山殿までも織田に下ったのか。これでは勝頼様を救うことなど。天目山の先導役は私にお任せください。開門。で、あるか。開門。あとは勝頼を撃つのに。進め。信繁、ここを開けてくれ。勝頼様、私も敵側に下ると決めました。武田の命運はもはや尽きたのです。任せて。承知。諦めろ。信繁、お前まで私を見捨てるのか。私の出番。徳川の者たちよ、この勢いに乗るのだ。うりゃ。
武田にあだなす者を全て斬る。開門。親方様、武田を守ることかなわず申し訳ござらん。討ち死に。正常までも撃たれたか。私が非力なばかりにすまぬ。さあ、この先が山頂でございます。開門。開門。承知。勝頼様も武田も俺たちが守り抜く。命に代えても勝頼様の活路を開くぞ。小野が決断に命を賭している。受けるわけにはいかぬ。我が術天下無双なり。我は無双、すべてを壊し尽くす魔王よ。打ち死に。修理に道を開けにしてくれ。もはや逃れることはできぬか。ならばせめて武田の名に恥じぬ戦を。地獄で食いよ。父上、やはり私では武田を守り抜けませんでした。討ち死に。武田との長い戦いがようやく終わったのですね。武田家は古き乱世の象徴。もっと早く滅ぼすべきだったかもしれんな。武田家が滅んだことで甲斐はもとより信濃、駿河、神津家にまで織田家の支配が及ぶことになりましょう。いよいよ兄上の天下も目前。私も身の引き締まる思いがいたします。次は毛利を潰さねばならん。俺は京へ戻るゆえ、後の始末は任せたぞ。はは。武田を滅ぼし、古き乱世の象徴をまた一つ壊すことができた。が、まだ終わらぬ。毛利ですか。毛利は確かに未だ強大な敵ではあるが、奴らを滅ぼしたとて乱世は終わるまい。では、いつ終わりますか。今この乱世を、乱世たらしめている最大の存在を壊さねばならぬであろうな。その存在とは。この俺よ。今や織田信長こそ乱世そのもの。信長を壊してこそ乱世を壊し尽くすことになる。そしてその最後の大仕事を託せるのはただ一人。信長様のおっしゃっていること、この弥助にはよくわかりませぬ。で、あるか。よい、いずれ弥助にもわかろう。